あなた自身の理想の死に方を教えてください。それか。自分のって言われると難しいですね。人に言うのはね。人にはよく。よくね、なんすか。理想の死に方。そうですね。死に方、結局その生きてる間に何をしたかっていうことになってくると思うので、要は自分が誰か他のため、人のためにどれだけ何かができたかっていうところで、多分その生きている間に、生きている私の考えですけどね、生きている間に、自分のためというよりは他のいろんな周りの人にいろんなことを残せたかっていう、残せるかっていうことが、大事かなと思ってるので、そんな最後死ぬ時というか亡くなる時に、それがある程度ですね、その満足いく状態で、命が終わればいいのかなというふうには思ってますね。あとはもう死ぬとか生きるというか、あんまりそこにこだわらないので、仏教的な観点から言うと、その先もあるわけですから、この世で、なんていうんですかね、人のために何かを残せて死ぬ、ただっていう、死ね、ただっていう感じだね。大したことなくてね、何かを残して死ぬというか、その死ぬ瞬間に関してどうあったらいいっていうよりは、その前の部分で、そうですね、死ぬ瞬間どうだったらいいっていうことは、結局今まで生きてきた人生がどうだったかっていうことを、そこで思うっていうか、思えるってことかね、良かったって思うってことは人生が良かったっていうことになると思うので、積み重ねていくっていうか、最後ね、どういう死に方かによりますけどね。今後どうなっていくか分かりませんけど、じゃあそこでそういうふうに思えるってことは、穏やかに一生を過ごせたっていうことだと思うので、それが理想といえば理想ですね。そのような心の状態で死を迎えられたら、一番幸せだろうなと思います。はい、ありがとうございます。ダメですか？今人のために何かを残して、例えばどんなことが残せたら自分は穏やかな気持ちになれる？人を残すっていうか、人のために残すっていうか、自分がいろいろこう人のためにやってきたなっていう感覚があればということだと思うんですけど、別に大したためにこんなことやったぜっていうような、その、押しつけがましい愛ではなくて、いろんな人と接してきて、いろんな影響を、与えてもらったり与えたりっていう関係があったということを、思い返せればいいのかな、感じですね。もちろん、坊さんなので、ある程度ね、やっぱりそういった、仏の仏教的な教え
まあ、残せればね、もちろん一番いいなんですけど、まあ、それ以外のことでも、うんうん、まあ、日常の生活の中で、うん、ああいう場合、要は人との関わりをいっぱい持って、過ごせればってことになるんでしょうけどね。うん、